さあ、いよいよあさって10日日曜日に天皇陛下の即位を祝うパレード祝賀御列の儀が行われます。今回の祝賀パレードのコースがこちらです。はい、皇居宮殿を出発し、二重橋や国会の前を通過した後、青山通りへと向かいます。その後、青山一丁目の交差点を右折し、お住まいの赤坂御所へと向かう全長およそ 4.6 キロのコースとなっています。即位を祝うパレードは29年ぶり2回目で、前回平成の祝賀パレードは上皇さまが天皇に即位された翌年の1990年11月に行われました。沿道には12万人もの人が詰めかけ、祝福ムードにあふれました。今から29年前、穏やかに晴れた1990年11月12日、当時天皇だった上皇様は燕尾服に勲章を胸につけ、また当時皇后だった美智子様は白いローブデコルテにティアラをつけて皇居宮殿にお見えになりました。お二人でにこやかに言葉を交わされた後、パレードを祝うために作曲された行進曲「平成」の演奏とともに、ゆっくりと皇居を出発しました。お二人を乗せた車の周りにはサイドカーや白バイなど護衛を含めた車両は合わせて44台。皇居前広場ではお二人の姿が見えると、沿道から大きな歓声が上がりました。この日沿道には12万人もの人々が。天皇皇后両陛下、両側の人々に笑顔でにこやかに手を振っていらっしゃるところであります。車列は三宅坂の交差点を左折して赤坂見附方面へ。ここが唯一10日に行われるパレードとコースが違うところです。今回は警備上の観点から高いビルの間や高架の下を避けたとされています。多くの人々から祝福を受け、美智子さまは後にこの日のことをこう歌に詠まれています。人々に見守られつつ、御列の君は光の中にいましき。秋の柔らかい日差しの中、多くの国民の祝福を受け、天皇陛下は晴れやかなご表情でいらっしゃったという意味です。即位の儀式の中で国民と直接触れ合える祝賀パレード、あさって日曜日の午後3時から行われます。祝賀パレードには全国から最大2万6000人の警察官が投入され警備に当たります。そして沿道でパレードを見るためには注意しなくてはいけない点がたくさんあるんです。はい、まず沿道にこの観覧エリアがあるんですけれども、そこに入るための持ち物検査があります。こちらに出ています赤い丸は持ち物検査の場所です。二重橋前や国会正門前、青山一丁目の交差点など全部で29地点40カ所に設けられています。場所によって違うんですが、午前8時以降持ち物検査が始まります。そして持ち込めないものがこちらです。スーツケースなどの大きな荷物や補助犬を除くペットなどの動物、そして卵やボールなどパレードの進行を妨害する恐れのあるものも持ち込めません。またドローンや刃物、瓶、缶、スプレーなども持ち込めません。検査場では預けられないため、どこかで事前に預けてから検査を受ける必要があります。はい、また警視庁によりますと、この観覧ブースの中では
飲酒や喫煙などが禁じられています。でさらにこちら、後ろの人が見えなくなる、転倒したら危険という理由で肩車も禁じられているんです。これらの禁止行為が認められた場合、ブース内での観覧ができなくなる恐れもあります。詳しくは警視庁のホームページでご確認ください。テレビ東京系列では10日の日曜日、天皇陛下の即位を祝うパレード祝賀御列の儀を生中継でお伝えします。ご期待ください。